北東部にある山で標高5895メートル。アフリカ大陸の最高峰。山域がキリマンジャロ国立公園に指定されている。山脈に属さない独立峰としては世界で最も高いとされる。キリマンジャロは赤道から南に約340キロメートルのサン度、アフリカ大地公帯の東リフトバレーに位置する。東西約50キロメートル。 南北3 0トルの山体を持つ大型の清掃火山である。西から東へ並ぶシラボン、キボミネの3つの主な清掃火山からなり、山体中央にあるキボミネが最高峰である。キボミネの山頂は直径2 5キロメートルのカルデラと、その内側の直径9 0 0ル加工と、中心の直径2 0 0ルのアッシュピットと呼ばれる。 小河口で構成されている。最高地点は、この規模峰の直径900メートル河口の南縁にあり、スワヒリ語で、自由を意味するフルと呼ばれている。これは1961年のタンザニア独立を、記念して命名されたものである。キリマンジャロの、キリマは、スワヒリ語で、山、ジャロは、チャガ語で、白さであり、全体として、 白く輝く山を意味するというのが通説だが、実は、正確な語源は、はっきりしていない。三つの峰の名前も、茶河語に由来すると言われているが、こちらも語源についても諸説挙げられている。マサイ人はこの山を、ガジェンガと呼ぶ。キリマンジャロ火山の最古の活動の中心は、白峰で250万年前までに始まっている。 ただし、白峰の活動初期は明確ではない。白峰では190万年前に北側に大規模な崩壊を起こしたようである。100万年前になると、活動の中心は、マウエン地方と、キボミネの位置に移った。マウエン地方では49.2から48.8万年、前に活動を終えた。しかし、キボミネは、活動を続け、15から20万年前に、 現在の山頂河口を形成し、また北西から南東にかけて、多数の川火山帯を作った。歴史上の噴火は記録されていないが、頂上噴火口での噴気活動があり、また完全に活動を終えていない可能性がある。キリマンジャロは、タンザニア最大の都市で、九州とのダルエッサラームからは 500km 北西に位置する。山体の大部分が、 タンザニア領のキリマンジャロ州に属する。北陸から東陸にかけて、タンザニアとケニアの国境線が走っており、ケニア側は、リフトバレー州、海岸州に属し、同国のアンボセリ国立公園などが広がっている。北北西に 200km ほどの位置に、ケニアの首都ナイロビがある。キリマンジャロは、独立峰であるが、 西南西7 0キロメートルの地点には、大型のメルー山がある。南東の方向には、標高2 4 6 3メートルのパーレ山脈や、それに続くサンバラ山地があり、インド洋近くまで山並みが続いている。キリマンジャロ周辺には適度な雨があり、キリマンジャロの雪解け水などもあるため、南のタンザニア側からは、パンガニ側、北のケニア側からは、 サボ川などが流れ出している。パンガニ川が南から南東へ流れて、インド洋へと注ぎ、サボ川はほぼ真東に流れて、やはり、インド洋に注ぐ。また、キリマンジャロ山体から直接地下に潜って伏流水となり、周辺地域で湧水となって湧き出す水も多く、北側山麓のケニア領アンボセリ国立公園には大きな湧水地があって周辺は、 湿地帯となっている。アンボセリの乾燥化が進む中、この湿地帯は拡大傾向にある。アンボセリの北は、キリマンジャロから吹きつける乾燥した風によって、降水量が少なく、ニリリ砂漠と呼ばれる砂漠に近い半乾燥地となっている。登録の国境にチャラコがあるが、これはキリマンジャロ火山の側火山で、キリマンジャロから流れてきた地下水が湧き出して、 湖となっている。タベタの南には、やはり両国の国境線上に位置するジペコがある。この湖の水源もキリマンジャロの雪解け水であり、湖は西サボ国立公園に属している。キリマンジャロは標高が高いため高山気候となり、標高によって植生が違い、山頂部には氷河が存在する。 山麓の標高1000メートルから1900メートルまでは、降水量が750ミリメートルから1000ミリメートル程度のサバンナであり、コーヒーなどのプランテーションや農地が開かれている。その上、3000メートルまでは森林地帯であり、降雨量も最も多い。この森林地帯は2500メートル近くで2分されており、下部は、 降水量が1000メートルから1700ミリメートル程度ある熱帯雨林上部は2000ミリメートルから3000ミリメートルの甲雨があってキリマンジャロで最も降水量が多い地帯となっており雲切り林となっているほぼ3000メートルで森林限界となりここで樹林帯は途切れて草地やまばらな低木が広がるようになる 4400メートルで植生の限界となり、これ以上は、砂礫や岩石のみが広がる。5500メートル以上は、氷雪地帯であり、氷河が広がる。氷期には、氷河の先端は3660メートル地点にまで、達していた。規模峰の氷管上、1993年、下、2000年赤道付近にもかかわらず、規模峰の頭頂部には、 20世紀後期まで、レブマン氷河などの巨大な氷河が存在していた。最大のものは、レブマン氷河であるが、他にもアロー氷河、バランコン氷河、クレベナー氷河、デッケンニ氷河、東氷床フルトウェングラー氷河、フルトベングラー、グレーシャー、ヘイニ氷河、ケルステン氷河、ペンク氷河、ラトゼル氷河、アーリーグ氷河といった氷河が存在する。この氷河は、 その時期の気候によって象徴を繰り返しており、最終表記には現代の氷河よりもはるかに下方にまで氷河が伸びていた。近年は気候変動に伴って規模が極端に縮小しているが、とはいえ、現在でも年間を通して氷雪を見ることができる。しかし、19世紀末に比べて2000年には氷河は12%にまで縮小し、 1970年代に比べて2002年には氷河は半分以下になってしまい国連環境計画によれば2020年までに完全に消滅する可能性があるとされている。キボミネのレブマン氷河2005年この原因については地球温暖化の影響によるものだという説と降雪量の減少とともに常に山頂近くの気温が氷点下となっているため 山頂部の氷が直接消化してしまい、消えていくといった地域的な要因によるものだという説があり、原因がはっきりと確定しているわけではない。キリマンジャロの山頂付近の気温は、この100年で、摂氏0.5度しか上昇しておらず、このことが、氷河現象が、温暖化が原因のものではないとする論の有力な根拠となっている。それに対し、山頂付近の降水量は、 この100年で20%以上の減少を示している。水野和春京都大学教授らによる2016年8月の調査では、溶けた氷が再氷結したようなズララ状の痕跡を複数確認。消化と温暖化が両方作用していると推測している。現代において、キリマンジャロ山麓地方の主要な住民であるチャガ人は、少なくとも1100年頃までには、 キリマンジャロの南山麓に定着していたと考えられている。チャガ人はバナナを中心とする集約的な高知農業の技術を持っており、キリマンジャロ山麓の気候はこの農法に非常に適していたため、チャガ人社会は拡大し、この地方に強固な基盤を築くこととなった。また、キリマンジャロで数を増やしたチャガ人はいくつかのサブグループに分かれ、一部は、 他地域へと移住していったこの頃北東山六には女も人が移動してきていた。キリマンジャロの周辺の乾燥した平原には牧畜民が居住しており、山麓の農耕民と活発な小取引を行っていた。1847年、ケニアの東海岸で布教をしていたヨハン・ルート・ビヒクラプフ、ヤーコペア・ハルト、ヨハネス・レブマンの3人のドイツ人宣教師は、 内陸部に頂上が銀で覆われた高い山があることを聞いた。この話に興味を持った三人は内陸部に調査に出かけることにし、三人のうちのレブマンが内陸部へと向かった。1848年5月11日、レブマンは内陸部の茶賀人の土地で頂上が白く覆われた鉱山を発見する。海岸に戻ったレブマンは ヨーロッパにこの鉱山のことを報告したが、頂上が雪に覆われているというレブマンの報告は、熱帯に雪が存在するはずがないというヨーロッパの地理学者の受け入れるところとはならなかった。ヨーロッパ人による登頂の試みは、ドイツ人将校カール・クラウス・フォンデア・デッケンと、イギリス人の若い地質学者、リチャード・ソーントンによる1861年のものが最初であるが、 彼らは8200フィートの地点までしか到達できなかった。1862年にはフォンデア・デッケンはオットー・ケルステンと共に再度の挑戦を行い14000フィートの地点まで到達した。ヨーロッパ列強によるアフリカ分割が進んでいくとキリーマンジャロはイギリス植民地領とドイツ領タンガニ以下の境界線に位置するようになったが後に アフリカ最高峰だと知ったドイツ皇帝ビルヘルム一世はイギリスに国境線の変更を要求する。結局、その要求は受け入れられ、1885年のベルリン会議においてこの地域はビルヘルム一世の誕生日のプレゼントとしてイギリスからドイツへと活上された。このため、当初直線だった国境はキリマンジャロ付近で大きくケニア側に湾曲した線に、 なっており、山麓部分も含めた、山体すべてが、タンザニア領となっている。初登頂を成し遂げたハンスメイヤー1887年には、ドイツ人地質学者のハンスメイヤーが登頂を試み、規模峰のふもとにまで達したが、規模峰の雪や氷に対処する装備を持っておらず、引き返すことを余儀なくされた。翌年の1888年、メイヤーは、 地図制作者のオスカー・バウマンと共に、再び登頂を目指したが、タンガニー・カ海岸部で勃発したアブシリの乱によって、中止を余儀なくされた。二人は、反乱軍に捕らえられ、1万ルピーの身の白金を支払うまで解放されなかった。1889年、メイヤーは、オーストリア人の登山家、ルートビヒ・パーチェラーと共に三度目の登頂を目指した。 この一行は二人の地元首長と国人のポーター、コック、ガイドからなっていた。モンバサから徒歩で始めた。この試みは、あらかじめ各地に、食料供給用のキャンプを設置しておいたことからうまく、いった。二人は凍った斜面を登った後、10月3日に、河口の園に到達し、10月6日に、キボミネの頂点に到達した。1900年頃からは、南陸で、茶が、 コーヒー栽培を開始し、1921年には、海岸のタンガ港から、南陸の野市まで鉄道が開通した。これによって、キリマンジャロ地方の開発が進展し、もしは、コーヒーの集産地として都市化していった。1961年に、タンガニーカが独立すると、キリマンジャロもその領土の一部となった。独立し、1964年に、ザンジバルを合わせて、 タンザニア連合共和国となった新政府はウジャマヤ村と呼ばれる集村化と共同農場化を進めたがキリマンジャロ山山麓はコーヒー生産を武器とした豊かな農業先進地区でありこういった共同農業化はほとんど行われなかった結果的にこれが走行しウジャマア政策が失敗に終わってもキリマンジャロ山麓地域の打撃は比較的軽微なものにとどまった 1973年に3域の一部75,575 75ヘクタールがキリマンジャロ国立公園に指定され、1987年にキリマンジャロ3域を含むキリマンジャロ国立公園が世界遺産に登録された。模試の街並みとキリマンジャロキリマンジャロ山6で最も大きな都市は南六の中央部にある人口18万人の模試市である。 もし以外には、キリマンジャロ山麓に都市らしい都市は存在しない。もしの主産業は、キリマンジャロコーヒーに代表される、キリマンジャロ山麓の農産物の集産と、キリマンジャロ山への登山客を相手とした観光業である。もしには、観光客相手のホテルのほか、登山客を対象としたガイドや、ポーターも多くいる。ただし、 キリマンジャロ山の観光客がすべてもしの町を拠点とするわけではない。もしの西8 0トルの地点にあるアルーシャの町は、キリマンジャロとは別の独立峰であるメルー山の南麓にある町であり、キリマンジャロからは7 0トルほど離れているが、もしと同じくキリマンジャロ観光の拠点となっている。これはアルーシャの西には、 ゴロンゴロ保全地域やセレンゲティ国立公園などが広がり、キリマンジャロとセットでサファリ観光を行う際に拠点としやすいことや、人口が41万人ともしの2倍近くあり、その分ホテルのキャパシティも大きいこと、ナイロビから南下してくる、幹線道路がアルーシャへと直接繋がっていることなどが挙げられる。この山の南麓に住むチャガ人は、勤勉な農民として知られ、 1900年頃からコーヒーの栽培を開始。キリマンジャロから灌え水路を引くことで安定した生産を可能にし、1932年には共同組合、キリマンジャロ原住民共同組合連合会を組織して品質の維持に努めた結果、南陸で栽培されるコーヒーはコーヒー豆の銘柄、キリマンジャロとしてブランド化し、 高い評価を得るようになった。これにより、南陸の模試は、都市として発展するようになり、農産物の集産地や、観光の拠点となっている。キリマンジャロ山麓は適度な降雨に恵まれ土地も、肥沃であるため、タンザニアでも特に人口密度の高い地域となっている。山麓ではコーヒーに限らず、バナナや、サイザルアサ、トウモロコシなども、盛んに栽培されており、 タンザニア有数の肥沃な農業地帯となっている。トウモロコシとコーヒーは生育条件が全く違うため、コーヒーは標高の高い土地で、トウモロコシは標高の低い土地で栽培されるが、飲酒であるコーヒーと大きく成長するバナナとは共存できるため、この地域の小農民はまずバナナを育て、この木陰で商品作物として、 現金収入をもたらすコーヒーを栽培し、さらにその根元で芋類や豆類などを栽培し、自給用作物と商品作物を同じ畑で同時に栽培している。これらの小農民のコーヒー畑は標高の高い土地にあり、コーヒー豆の風味に定評がある一方、それよりやや低い土地には外国人などによる大規模コーヒー園が広がっている。 コーヒーの風味には1日の気温差が重要であるため、このコーヒー園におけるコーヒーの評価はやや低い。キリマンジャロ産のコーヒーの最大消費者は日本であり、特に高品質の豆の多くは日本へと輸出される。また、蒸気のような高度による果樹健材林、バナナ林、コーヒー低木、菜園の4層からなる作物の植え分け及び、 樹木と作物の混合農業は、伝統農業として高く評価され、深部移住規範場アグロ、フォレストリーヘリテッジサイトとして、世界重要農業遺産システムに登録されている。キリマンジャロー山周辺は、工雨が多く、また、上記の観光産業やコーヒー産業などの、農業といった、基幹産業があるため、タンザニアでは、人口密度の高い地域となっている。 登山客山頂表と登山客7大陸最高峰の中では登山が容易な山である。傾斜も緩く、登山ルートも整備され、登山家のような高度な技術は必要ない。このため世界中から多くの登山者が訪れ、多い時には月1 0 0 0人近くが山頂を目指している。2004年には年間3万5000人が登山を試みた。しかし、 標高5000メートルを超える広報であり、高山病や事故により、毎年数名の死者が出る。登山のベストシーズンは寒気に当たる12月から3月と、7月から9月となっている。登山には、現地人ガイド同行が義務付けられている。ほとんどの場合、ガイドポーターコックが同行するツアーに参加するようで、ある。登山には定められた入園料係、 2012年時点では60ドルに設定されている。キリマンジャロの最速登頂はこの10年で3度塗り替えられている。まず2006年2月22日にはタンザニアの登山ガイドであるサイモン・ムタイが9時間21分を記録し、それまでの記録を塗り替えた。ついで2010年9月29日にはスペインのトレイルランナーであるキリアンジョルネが7時間14分で、 記録を更新した。そして2014年8月13日には、カール・エグロフがウンブーエルートのゲートから頂上を経由して、ムーエカルートのゲートに降りるまでの時間で、往復6時間42分を記録し、新記録を受立した。アルーシャとモシの間あたりに、キリマンジャロ国際空港があり、ナイロビ、モンバサ、ダルエスサラーム、さらには、フランクフルトやアムステルダムなどから、 定期便が出ている。アルーシャには、より小規模なアルーシャ空港があり、ザンジバル国際空港などからの定期便がある。キリマンジャロ登山を目指す場合、キリマンジャロ6の町、もし、または、アルーシャへ。両方の町には、ナイロビ、モンバサ、ダルエッサラームから、定期バスが出ている。かつては、キリマンジャロ36の模試及び、アルーシャまで、 首都ダルエスサラームからタンガを経由して、タンザニア鉄道の運営する鉄道が走っていたが、並行する道路の整備に伴い線路状況の悪い、鉄道は利用者が急減し、1990年代前半までに旅客列車は廃止され、貨物列車が走るのみとなった。チャガ族に伝わる神話では、トネという名前の男が一度、 ルワという名前の神を怒らせ、飢饉が生じたと伝えられている。人々は、トネに怒り、トネは逃げざるを得なくなった。誰も彼を守ろうとはしなかったが、奇跡によって、物を牛に変える石を持っているジ者だけは彼を、受け入れた。ジ者は、トネに決して牛小屋を開けてはならないと告げた。牛が逃げ出した時、トネは、 この警告を忘れて、キボミネとマウエンジアホーまで逃げる牛を追いかけていった。ついにトネは、キボミネで潰れてしまい、牛の追跡は終わった。タンザニアの国章キリマンジャロは、タンザニアのシンボルとして使用されることがある。タンザニアの国章には、下部に、キリマンジャロがあしらわれ、国章の中央にあしらわれた盾と象劇を支えている。この盾そのものも、キリマンジャロ山を表している。 また、タンザニアの通貨であるタンザニアシリングでは、2000シリング札において、ライオンとキリマンジャロ山がデザインされている。周辺に住む、チャガ人は、チャガ語を話すが、チャガ語は、方言連続体であり、マチャメ語、ルワ語、文助語、ロンボ語など多くの改言語に分かれる。ただし、タンザニアでは、スワヒリ語が、公用語となっており、学校教育はじめ、 スワヒリ語利用がかなり徹底されているため、周辺住民のほとんどは、スワヒリ語を話すことができ、一体の共通語となっている。ありがとうございます。